よーし、今日もポケモンピカチュウバージョンをプリプリやっていきまーす。というわけで、今日は、続きから始める。で、常盤の森に行きたいんだよね。常盤の森で、キャタピーとピジョンを捕まえたいんだけど、今日のピカチュウは相変わらず不機嫌と。まあ、仲良くなるにはもう少し時間がかかりそうだね。ってわけで、常盤の森に行きたいんだけど、この酔っ払いは通れるようになってるのか？頭が痛い。何？わしが邪魔で通れなかった？ほほう、ポケモン図鑑を作っとるのか。そう。埋めてます。だったらお詫びにポケモンの捕まえ方を見せてやろう。え、急。あ、何？そんな風にな、チュートリアルおじいさんってこと？この人。道具モンスターボール。ああ、この人もしかしてモンスターボールくれる？そういえばモンスターボール買い忘れたから、フレンドリーショップ行かなきゃいけないんだった。忘れてた。おじいちゃんありがとう。惜しい。あとちょっとのところだったのに。うん、失敗じゃ。わしも腕が落ちたの。モンスターボールもなくなってしまったし、近くのフレンドリーショップに買いに行くかな。あ、別にくれはしないんだ。モンスターボールくれたらいいのに。ああ、モンスターボール買いに行こう、じゃ。さあ、モンスターボール買い直したんで、今度こそ常盤の森に行きたいけど、お得な掲示板、とにかくポケモンを捕まえてどんどん増やそう。どんどん増やそう。でも僕はそんなに捕まえれないけど、トレーナーとの勝負もたくさん持ってると有利。まあ確かにね。6体持ってれば有利ではあるけど、僕はそんなことできないので、我慢。常盤ポケモンジム。常盤シティのジムが一番最初に行けるの？え、違うよね。あ、やっぱまだと、行けない？もう行けるのかな？常盤ジムにはまだ行きたくないんだけど、行けちゃうのかどうかっていう話。いつ来てもこのポケモン、あ、そうなんだ。やっぱりまだ無理なんだね。うん。じゃあやっぱり常盤の森に行くしかないのかな。こっちはまだ矢切だから行けないだろうから、ここか？これ何？トゥクドゥト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 ゥ。あー、ニビシティに行く途中ってことね。やっぱじゃあここに常盤の森があるのかな。この北の方に行けば。あるはず。え、全然ない。全然ないし。あ、でも草むらは避けれる。あ、アイテムいっぱいある。ここかな？この先が、あれなんじゃないか？ちょ、誰にも喋りかけずに来ちゃったけど。ここ、常盤の森じゃない？パンパンパン。やっぱりそうだ。ポケモンを捕まえるときは、なるべく弱らせてから。ポケモンが元気だと逃げるかもしれないよ。ちゅうわけで、これロケット弾じゃなかったっけ？違う。あ、普通に虫取り小僧か。よーし。じゃあ、ここでとりあえず、キャタピーと、ピジョンを捕まえるんだけど、これねー、あ、やった！キャタピー来た、いきなり！キャタピーとピジョン捕まえるんだけど、なんとピジョンの出現確率は1%らしいです。何時間かかるかな。とりあえず、キャタピーを捕まえるのは優先していきたい。で、まあ、サトシはキャタピー見ていきなりモンスターボール投げたんだけど、まあ、別にその通りに行く必要もないじゃないけど、ちょっと、まあ、その通りに行ってみたいよね、モンスターボール。あ、今回っていうか、あれは、初代のポケモンはあれ、プレミアボールとかないんだ。てか、5レベルのキャタピーってちょっと珍しいんじゃない？体当たり覚えてる。でも体当たりもう、使ったことってあるっけ？あ、でも、バタフリーが一応体当たり覚えるから、覚えてるっていうか、バタフリーが体当たり使ったことあると思うから、まあ、捕まえても、使えるっちゃ使えるか。糸を吐くは使ってるね。捕まえた回で使ってるね、いきなり。糸を吐くだけでロケット弾を撃退したんで、キャタピーは。あれもね、なかなか名シーンだけど、オッケー、キャタピー捕まえた。麻痺がね、効いてるね、これ。なんか、さらっと麻痺したけど。よーし キャタピーゲット。ついに初めてのポケモンをゲットしました。やりました、サトシくん。すごいぜ、サトシくんって喋らなきゃいけないぐらいだね。ニックネームはつけない。ゲットしたポケモンは小さいけれど、このゲットはポケモンマスターへの第一歩とか言って、めっちゃ一人で自慢してたからね。一人じゃないわ。霞に自慢してたからね。とりあえず、このままビジョン出るまで粘ります。一体どれほどの時間がかかるのかは僕にもわかりません。びっくりした。んーでなー。まあ、うまくいかないよ。うわ、トランセル出てきたし。いや、マジで出ない、これ。しかも、いちいち、回復しに、
ポケモンセンターまで戻らなきゃいけないからさ、余計に時間かかるし、しかも出てもな、これ。まだゲット確定でもないしな。ビジョンが、どうやら9レベルで出てくれみたいなんで、ピカチュウのレベルもちゃんと上げておかないと、なんなら負けかねないっていう、ちょっとね、最初キャタピーのレベリングも兼ねて、ちょっとキャタピー先頭でいこうかなと思ってたんだけど、ちょっとね、キャタピー先頭にしておくと、ピジョンに出会った時が怖いんで、ちょっとピカチュウにしてます。俺マジで、ちゃんとゲットできるのかな、不安になってきた。こんな序盤でいきなりもうこんな不安に駆られるとは思わなかったけどね。あ、ちなみにさっきピカチュウが電磁波覚えました。まあ、使うことはないんですけど。この縛りの都合上ね、サトシが使った技しか使えないんで、これは無理ですね。ポッポか。4レベルのポッポは、ちなみに 10% らしいです、確率。一応倒しておこう。倒しておこう。これそろそろ一撃で倒せるようになってない。おー！成長を感じています、私は今。ピカチュウがどんどん成長している。しかも、ふてくされなくなったしね。あー、ピカチュウに喋りかけたかったのに。いや、マジでねー。これ、なんでこんな出ない？こういうもんか。いや、しんどいね。トランセルとかは出たんだけど、一応。トランセルはね、確か、ここは 5% とか、みたいなんですけど。あ、でもさっきのトランセルってあれか？レベルいくつだった？ 4 レベルか？ 4 レベルだと 15% みたいです。どうやら。こんな確率まで分かるもんなんだね。ちょっと攻略サイト見てるんだけど。まあ、確率が本当かどうかは知らないですけど、これの。6レベル、あ、6レベルのポップも結構珍しいんじゃない？あ、10% だ。あー、まあ、倒すんですけど。うわ、耐えてきやがった。うわ、しかも砂かけ、無限の勝ち筋。あ、よかった、当たった。いやー、まあ、こんな感じで。まあ、今のところダメージ受けてないからいいか。だいぶレベルが上がってきたから、なんとかなってるっていうところではあるね。こんな感じでね、ひたすら、時はの森のね、ポケモンを、もう全部倒すんじゃないかって勢いで倒しながら、ビジョンを待っているところでございます。また進捗あり次第、ご報告いたしますので。スキップ。お？来た！ついに。キャタピーがトランセルになった。おーい、嬉しいな、やっぱり進化っつうのは。カタクナルを覚えました。よし、これでカタクナルを連打できるぞ。カタクナルを連打する意味はないけど、いやー、にしても出ねえな、あまりにも。うわ、鳴き声やば。うぇーんとか言ってる。それ体当たり。まあ、キャタピー、トランセルのうちにね、なんだっけ。あやたりは本当は覚えないんですけど、まあ、じゃなきゃトランセルの攻撃手段が何もないっていう状態になっちゃうんで、まあ仕方なく、仕方なくっていうかまあ、進化後の技をね、一応使えるっていう状態にはしてありますね。進化後で使った技を。にしても出んな。こんなにも出ないのか。いや、出ないね、本当に。いや、これもう、ここでレベル100になっちゃうよ。1% ってこんなにも低いんだ。いやー、そりゃなんか、スマホのアプリとかでガチャ引いても出ないよね。1% でこんな苦戦するんだもんね。あー、マジで。いや、しかもそろそろちょっと、ポケモンセンター戻んないときつい頃合いになってきたか。これで、だってビジョン出て逃したってなったら、もう本当に、血涙流すよ。本当に。ありえない。そんなことが起こったら。いや、出ねえ。出ない。もう、出ない。もうピカチュウレベル上がりすぎてビジョン出てきても一撃倒しちゃうって、こんなんじゃ本当に出る？ってかもうそこを疑い始めている。
もう30分こんな風に歩き回ってんだよ。もう、1話終わっちゃうってば、こんな風にしてたら、ポケモン。お前30分のうちにサトシは、ビジョンも捕まえて、キャタピーも捕まえて、キャタピーはトランセルに進化するんだぞ。しかも、切り株の上でピカチュウと、キャタピーが、会話するシーンだけで1分半持たすんだぞ。魔王。あの回。あの回伝説だからな、本当に。切り株の上でサトシ、あ、ピカチュウと、キャタピーが、ああピガピーっていうだけで30分会話したんだからな、あれ。なんか月見ながら、とかキャタピーがいて、それにピカチュウがピガ、ピガピガーとか言うだけのシーン。あれめっちゃ感動するんだからな、あれ。何言ってるか分かんないけど、何言ってるか分かるんだよ。何を言ってるか分からないと思うけど、見れば分かる。あれねあれマジ名シーンだ。見た方がいい。1分半。あれが地上波で流れてたと思うと正直ゾッとするけど。いや、もうね、今はきっとやらないよね、あんなことはね。今のアニメは。絶対にやんないけど、昔ならではの良さというかね、もう、エルの味はもう二度と出せないよね。多分なんか、夢を語り合ってるみたいなシーンだと思うんだけど、まあ解釈はね、人それぞれだから、まあ、僕の解釈はこうだったよっていうだけなんだけど、ね、進化したらこんな、バタフリーになりてえな、みたいなことを言ってるんだと思うんだけど、キャタピーが。あれマジで感動するんだよね。マジで見てほしい。しかもね、キャタピーね、キャタピーってか初代のポケモンに結構ありがちというか、あれなんだけど、ポケモンの名前で泣かないんだよね。泣かないポケモンが多いんだよね。その、例えばキャタピーだったらなんかキャタキャタとか言いそうじゃん。なんかもう、だってどう考えてもその虫ポケモンがさ、虫ポケモンっていうか虫は泣かないわけじゃん。その現実で、あの芋虫は。けど、鳴き声をつけなきゃいけないっていう風になった時に、まあ、つけるとしたら名前から取りそうなもんだけど、キャタピーね、名前から取ってないんだよね。進化したらまあ、フリーって言うけど、キャタピーの段階ではね、って言うんだよね。あれ、なんなの？あの声何？まあ、あの1話だけで終わっちゃうんだけどさ、キャタピーの出番というか、すぐトランセルになっちゃうから。イアンセルとか言うけど、トランセルは。あれは何なんだろう。あれもよくわかんないけど、あれもう喋ってるじゃんって感じだけど。なんでキャタピーは、みたいな、なんかオットセイみたいな鳴き声つけられたのかはね、僕の永遠の疑問ですね。てか、出なさすぎじゃね？あー、もう出なさすぎる。マジで1時間経ってるってば。これ本当にここで出るのはやり方合ってる？これどっかの特定の草むらにしか出ないとかない？本当に出る？これちゃんと。もうキャタピーとトランセルの顔。みゆきちゃんってもう11レベルだよ、ピカチュウ。おかしくなる。クリスマスやぞ今日。何しとんねん、クリスマスに。お前、今年のクリスマス何してたのって聞かれたら、え、ずっと常盤の森でピジョン探してたって言わなきゃいけなくなるよ、これ。ねえ。そんな出ない？くそ、もう。出なさすぎる。キャタピーも見飽きたって。もう目つむってても誰が出たか判断できるもん。もう目つむろ。マジで誰出たか判断できる。ここもうトランセルやん、ほら見ろ。もう。
おお、ええー。本当に急所とかやめてね、お願いだから。マジで当てなくていいから。あー怖ー。風起こし。どれぐらい入る？あー結構痛いけど。いや、これは捕まえれるはず。もうそこら8個あれば大丈夫だろう。来い！頼む！あー出た！あー全然いい、全然いい、全然いい。いくらでもかけろ。いくらでも浴びるわ。マジでいくらでも浴びる。はあ！ああ。ビジョン、鳥ポケモン。有り余る体力の持ち主で、広い縄張りを飛び回り、遠くまで餌を探しに行く。へえ、30キロなんだ。図鑑ナンバー17。いや、やっと捕まった。だわ、もう、長かった。1% 引くの。マジでね、もうこの切り株がシャリタツに見えてくるぐらいにはもう疲れてたんだけど、やっと出た。本当に、1時間、あ、でもあの後結構すぐ出てんのか。1時間13分。もう何時間やってたか。自分も、もう半分記憶飛んでるんだけど。やっと出た。よし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 、これで次の2ビジ目迎える。やっとだよ、ほんとになんか。ちなみに何覚えてる？ビジョンは電光石火とか覚えてんのかな、ちゃんと。おぉ。風起こし砂かけのみ。まあまあまあ、いいでしょう。よし、じゃあ次こそ、2ビジ目だね。たけしに会いに行こう、っていうわけで。今回はここまでで終わります。さよなら。